問です。どちらの手法で稼ぎたいですか？店舗に行って商品を片っ端から調べて利益商品を見つける店舗セドリ、自宅にいながらとある紙ツールをポチポチするだけで利益商品が見つかってしまう新世代のセドリ、今回の動画では一体どちらが優れた手法なのかを検証していきたいと思います。まあ確かに店舗セドリは稼げます。実はですね、僕も以前あちらのメガドンキに行きまして店舗セドリを実践したんですが、まあ、店舗何十分かうろついたら、まあ、数点儲かる商品見つかりましたね。いやでも店舗セドリにはこんな問題がありますよね、まあ、例えばですね、店舗に行くのがめちゃくちゃ面倒くさい。副業の方は仕事が終わった後に行かないといけない、めちゃくちゃ面倒くさいですよね。あとやっぱ店舗セドリで商品買ったら商品を持って帰らないといけないんで車で行かないといけない。あとは自宅の近くの店舗全部せどっちゃって車で遠出しないと利益商品が見つからなかったりとか、あとせっかく店舗に行っても利益商品が見つからないなんてよくある話ですね。店舗セドリをねすごくやってる人って利益商品が光って見えるとか言うんですよね。あれもうほんとセンスとか勘の問題だと思ってます。まあ、あと車でどんだけね遠い店舗に行ったとしても、はい、そこにいるのはみんなセドラーです。我々より優れたセドラーたちがその店の利益商品を全部借り尽くしてるんですね。で初心者セドラーはその人たちがもう仕入れなかったちょっと利益率が低いおこぼれをいただくだけみたいな感じになっちゃってます。なのであなたがもし初心者セドラーだとしたら、そもそも店舗に行くということ自体が間違いなのかもしれません。セドリにはセンスや勘や運、それが重要だと。だから初心者のセドラーは稼ぐことができない。リサーチしてもリサーチしても稼げる商品が見つからない、時間がかかってしょうがない、そんな悩める初心者セドラーのために我々はとあるツールを開発しました。あなたはこの紙ツールを使うだけで店舗に行かずとも自宅で稼ぐことができるようになります。しかもツールがあなたの代わりに利益商品のリサーチをしてくれます。なので知識、センス、運、勘、全部必要ありません。さらには1日数万件というリサーチをしてくれるので人力ではできないレベルのリサーチをすることができるんです。だからこんな商品がザクザクと見つかるんです。こんな商品とかこんな商品とかこんな商品とかこんな商品ですよ。これは全部自宅でツールをポチポチするだけで見つかった商品なんです。もう店舗に行かなくていいんです。一つ一つ店舗に行って商品を見比べてリサーチする時代は終わりました。これからの時代は自宅でツールをポチポチするだけでいいんです。と言っても信じられないかなと思いますので、繰り返しになりますが僕は今メガドンキの前に来ています。これから本気でドンキホーテでね店舗セドリをしていきたいと思ってます。そしてその後新しいツールを使った新世代のセドリも実演させていただきます。それを見ていただいた上でどちらの方が効率的に稼げるかどうかをガチで検証していきたいと思います。最後までご覧ください。そして今回もスペシャルゲストをお呼びしています。物販総合研究所セドリ担当講師の浅野さんです。あちらいらっしゃいます。どーん浅野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今ですねご紹介に預かりました物販総合研究所で国内でのセドリを担当させていただいてます浅野拓也です。ありがとうございます。で僕メインでセドリをやってまして、毎月 Amazon で月収1000万以上ですね販売させていただいてます。で今回、検証するツールですね、はい、を船原さんと一緒にですね開発させていただきました。金かかりましたね。そうですね、はい、まあ、金と時間がめちゃめちゃかかったんですけども、まあ、素晴らしいツールが出来上がってますので、で今日は、検証というか、はい、対決ですか。僕らの対決というか、はい、店舗セドリ対新世代のツールポチポチセドリ、はい、どっちが効率的に稼げるのかと、結果は見えてるんですけどね。見えてます、はい、もうじゃあ帰ります。まあ正直僕も帰ってもいいかなとは思うんですけども、もうドンキの前来ちゃったんですけど、そうですね、まあ、動画見てる方いらっしゃるので今日は徹底的に検証していきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、まあね、じゃあまあもう結果は見えてるんですけど、はい、ですけど一応行きましょう、はい、行きましょう。めちゃくちゃ稼げるかもしれないから、ね、確かに、はい、これやってみないと分かんない。これが店舗セドリでございます。はい、はい、というわけであちらのメガドンキ行ってみたいと思います。行きましょう。入り口のところですね、はい、にワゴン的なのがあったりするんで、まあ、今完全にスルーしたんですけど、まあまりにもなすぎて何もなかった、ね、スルーしました。でドンキの店舗によってはセール品というか、まあ、ワゴン商品ですね、まあ、結構そのいろんなカテゴリーのセール品が集まってるワゴン的なのがどっかにあったりするので、まずそういうのがどっかにあるかっていうのを探していった方がいいですね、はい、あとは強安ポップとか、あとはポップの二重張りのやつとかですね、これとかはワンチャンあると思うんですよね。ないんですよ。
これ今はないかもしれないですけど、将来的にワンチャンある可能性があって、これ一応初回特典がついてるやつなんですね、はいはいはい、なので初回特典ついてないやつもあるはずなんですよ、はい、だからこそ初回特典つくのがなくなったら上がるんじゃないかなと思います。なので今は価格差なくても将来的に価格差出てくる可能性はありますね。投資ですね。そうです。あとそういう意味で言ったらポリスステーションとかこのコマンドステーションってやつ、このパトカーとか消防系のやつとかは、うん、結構将来性はあると思いますね、はい、似たようなところで言ったら4年前ぐらいに出たファイヤーステーションっていうのがあって、うん、それが今もともとは多分定価で5000いくらか6000いくらなんですけど、今2万いくらなんです。だからこういう警察とか消防系のこういうステーション的なやつとかは結構投資的な意味合いで言ったら将来性がありますね、今現時点でなくて。これも確かあの初回限定のなんかがついてるやつがあったんですよ、スペシャルトミカがついてるやつが。それは多分もうすでにプレミア化してるかなと思いますね。これはどうでしょうか。これは商品としてはめちゃめちゃいいんですけど、はい、背取りはなかなかできないですね。ダメですか、はい、このヒントーンっていうもの自体はめちゃめちゃ品質も良くて、はい、めちゃめちゃ楽しくて、はい、でメーカー保証もしっかりとしていてめちゃめちゃいいんですけど背取りには合わないです。当社商品なのに。そうですか、はい、これうちの商品です。これめちゃめちゃ面白いんでね、おすすめです。浅田さん、これはいけるでしょう。現時点ではいけないかもしれないですけど、そうめんスライダーって夏めっちゃ売れるんですよ。そうめんスライダーっていうのは安く仕入れておけば、ちょっとプレミア化したタイミングで全然利益取れたりするので、まあ、そういう意味では狙い目ですね。今もう仕入れとこ安かったら行くみたいな感じですね。あとはまあここら辺のコーナーで言ったらかき氷機とかもそうだし、はいはい、製氷機とかあとはポータブル冷蔵庫みたいなドンキのやつとか結構人気なんですけど、まあ、今は微妙です。浅野さん、はい、最初に言ってたこの二重価格みたいなのあるの。そうですね。これいかがですか。まあ見てみる価値は全然あると思いますけど。めっちゃ安いです。だって1万円だったのが今8000円ぐらいになってる。 Amazon だと1万1000円ですね。若干の利益ですね。儲かります。300円、はい、これはどうですか。焼き芋。そうですね、これはめちゃめちゃいいと思います。あ、後で買いましょう。あ、いい感じのがありそうです。しくじりち。おー、これは何なんですか。しくじったってこと。そうですね、多分お店が仕入れしすぎちゃいましたみたいなやつですかね。本当かな。こういうのとか見る価値あると思います。もともと4760円がドンキ限定。ドンキ限定モッチスキン2121円なんで、まあ同じぐらいなんですけどプラスアルファなんかこれついてるんで、はい、これが1800円ぐらいだったりするので、バラで売ったらちょい利益って感じですかね。かもしれない、うん、メルカリとかで言われる。そうですね、多分商品ページないやつはメルカリで売ったりすると利益取れると思います。なあとこういうのとかも良さそうですね。1500円。そうですね、これ全部で1650円なんで、まあ、1個あたり550円ぐらいですけど、一応 Amazon だと4700円です。そうす。ただこれ B クレアっていうメーカーなんですけど、 Amazon で B クレア載ってるんで、はい、あ、知財来ちゃいます。なので、まあ、B クレアが入ってないようなページ、例えばこれもうこれだけバラ売りで売るとこれ B クレアじゃないんですよ、売ってるの。ああ、なるほど。これだけで1700円でまず売れて、だからもう回収できちゃいますね。なるほどね。でボディーソープ、これがボディーソープですね。これが1650円。おー、なのでこれもバラで一緒ぐらいで売れてる。そうですね、いけますね。あとシャンプーですね、これが1870円。 利益計算してみると、あ、結構高いですね。1500円ぐらい利益取れそうです。おー、これ全部あるから3000円ぐらいは。そうですね。田中さん、はい、久しぶりの店舗セドリいかがでしたか。地味に見つかったのかなとは思いました。ただまあ最終的には大変だったなと思いましたね。やっぱ来ないといけないですよね、まずね。そうですね、はい、まあ、お近くにドンキとかね、そういうせどれる店がある方はいいですけど、うん、ない方は車でここまで来て、うん、でせどっていくという感じですよね、はい、あとはまあ僕は一応やっぱそもそもアマゾンでいくらぐらいで売ってるかって相場知ってるんで、うんうんうん、なので、ああ、もう見なくてもいいやっていうのはもう見てないんですけど、この上で今日はあんまなかったんで、めちゃめちゃ大変なんじゃないかなってやっぱ思いますね。まあ、ちょっと1時間ちょいぐらいいたんですけど、はい、まあ多分利益で言うと3、4000円ぐらいのものは見つかったかなっていう感じですかね。5000円いってたらいいんじゃないかなぐらいですかね。そうですよね、うん、はい、じゃあ時給5000円じゃん。まあそう考えればいいかもまあでも来る時間とかね。そうですね、あ、体力使ったりとかっていうのがあるので、はい、まあ悪くはないし
まあ、初心者の方でもめちゃくちゃ頑張って、うん、こう店舗の商品見、ね、探していったら見つかる、これはまあ事実でありますよね、はい、そうですね、はい、まあ、効率という面ではめちゃくちゃセンスとか感のいい人は効率はいいかもしれないですけど、はい、初心者の人で商品知識とかない方とかそういう方はその時間に対しての利益っていうのはすごく少なくなる可能性はあると、うん、ね、あとはまあやっぱり副業でやろうと思ってる方はお仕事終わってからドンキ行きたいとかそうです、ね、っていう、まあ、営業時間がそもそも仕事終わった後でも空いてるのかどうかっていうところもあったりすると思うので、はい、なので仕事終わりに行っても1時間もリサーチできないっていう人もいると思うので、まあ、そういうところで物理的にやっぱ難しいっていう人も出てくるんじゃないかなと思うんですね、まあ、あと単純に体力的にしんどいっていうのはあります、ね、そうですね、やっぱり大変でしたね、はい、あのやっぱおじさんになるとこの店舗周りはかなりそうですね、僕も前回ドンキセドリやった時多分20代だったんで、はい、なのでだいぶきつくなってますいやいや、まだ大丈夫ですおじさんになるとこの焼き芋を買う価格でマイナスになっちゃうみたいな、なるほどですねそして今回は、はい、店舗セドリと、うん、新世代のね、はい、ツールを使ったセドリ、こちらを比べていくという企画なんですけど、はい、じゃあ今からこの新世代のセドリについてもちょっとね、はい、見せていただこうかなと思いますので、はい、これは店舗行かなくてもいいってことですか、はい、これは店舗じゃなくて大丈夫なので、はい、もうちょっと落ち着ける場所に移動しましょう、わかりました、じゃあいつものあの部屋に移動しましょう、はい、それでは移動しましょう、はい、せーの、よいしょはい、はい、無事着きました、はい、やってまいりました、いつもの部屋に、はいはい、で今から何をするんでしょうか、はい、今からですね、はい、ポイポイセドリについてやっていきたいなと思います、ポイポイセドリ、はい、って何なんでしょうか、ポイポイポケットというツールを使った、はい、楽天セドリですね、はいはい、なので、まあ、楽天とアマゾンの価格差を、うん、ツールを使って、価格差を見つけてセドっていくという感じになります、なるほど、それが新時代のツールを使った、はい、部屋でポチポチするだけで稼げるセドリと、はい、ということなんですね、そうです、まあ、こちらの紙ツールですね、こちらを使えばですね、価格差がすぐに分かるということで、うん、まあ、早速ですね、はい、もう実際にお見せしながらちょっと説明していきたいなと思います、はい、はい、これで店舗セドリとねどれだけ違うのかっていうのをちょっと比べていくとそうですね、ぜひ体感していただければなと思います、はい、お願いいたします、でこちらがですねポイポイポケットになります、はい、はい、まあ、今何もない状態、何もないんですけど、まあ、ここにですね、はい、ある程度の条件を入れて検索していくと、うん、楽天とアマゾンの価格差っていうのを自動でもうリストアップしています、うん、なるほどなるほど、はい、例えば、じゃあ利益500円以上 で月に10個以上売れていて、うん、例えば利益率が 8% から 30% 以上のじゃあ家電を教えてくれみたいな感じでフィルター適用というボタンを押すと、はい、まあ、こんな感じで表示されます、はいはい、で例えば、今これちょっと見方としてこれがまあ商品の画像ですね、はい、で AC コードとかジャンコードがあって、で1ヶ月間でどれくらい売れているのか、はいはい、あとキーパというグラフがあって、これは Amazon で販売価格がどれくらいで推移してきているのかとか、うんうんうん、あと緑の線が Amazon のランキングを表していたりするので、このグラフを見て売れているかどうかとかっていうのが判断できるグラフがここに出てきます。あと Amazon では、いくらなのか、うん、楽天だと一番安いところでいくらなのかっていうのがここに出てきます。でここはクリックするともう Amazon のページとか楽天のページに行けるようになっています。で、Amazon で販売した時の販売手数料これぐらいで、楽天で購入した時にポイントこれぐらい獲得できるから利益これぐらいですよ。まあ、ちなみに一番上のこの商品は利益が1390円、利益率 21.85% ですよと、はい、でプラス、まあ、楽天でお買い物するとポイント獲得できるので、うん、ポイント獲得すると、まあ、合計すると1712円分の利益ですよっていうのが出てきます。で、今まだ見てない商品こんだけたくさんあって、でこれ1ページ目なので2ページ目3ページ目4ページ目いくとまだまだいろんな商品が出てくるので、なるほど、はい、なので自宅にいながら副業でやってて時間取れない人であっても簡単に価格差を見つけていくことができる、これがポイポイセドリです。なるほど、はい、よくわからないなんかすごそうだなっていうのは分かったし、はい、このツールがすごいっていうのも分かったんですけど、はい、いきなりさっきねあのドンキからやってきて、はいね、これ見せられても、はい、意味がわからないので、はい、このあたりもうちょっと説明してもらっていいですか、はい、しっかりとあの資料用意していますので、はい、よかったよかった、資料に沿ってお話したいなと思います。ちょっとね今皆さん頭の中にハテナハテナハテナが浮かんでたかなと思う、はい、ご安心ください、はい、お願いいたします、はい、ではですねポイポイセドリとは何ぞやというところについてお話ししていきたいなと思うんですけど、ポイポイセドリはですねポイポイポケットという、うん、まあ今日船原さんが言ってた紙ツール、紙ツールをおっしゃっていただいてましたけども、はい、それがまあポイポイポケットと
という先ほどお見せしたツールなんですけど、このツールを使った楽天セドリのことを言います。なるほどね、はい。まあ、そもそも楽天セドリとは何ですかという人もいらっしゃるかもしれないんですけど、楽天から商品を仕入れて Amazon で販売して、その価格差リザヤで利益を上げていくよというのが楽天セドリになります。はい。例えば楽天だと、まあ、こういうふうに、まあ、これ SD カードなんですけど、2100円で売ってるものとかがAmazon では3500円とかで売られてたり、楽天と Amazon の価格が違うものが結構あるって感じですか？はい、結構まあスーパーとかでもそうじゃないですか。ここのスーパーだと卵がいくらだけど、こっちはいくらだみたいな、こういうのがまあ楽天と Amazon でも実際にあるという感じで。じゃあさっきはドンキと Amazon の価格差を調べてたけど、はい、今回は楽天と Amazon の価格差を調べてる。そうです。はい、で楽天なんかはもうあのネットで、基本的にはもう店舗がないじゃないですか、だからネットで買うところなので、なのでネットがつながる人であれば誰でもいつであっても何時であってもアクセスできるというのがありますね。で実際にまあ同じ商品でも価格が異なって販売されているというのが結構あるので、例えばさっきの商品例に挙げると楽天が2100円、 Amazon が3520円なので価格差が1424円です。で Amazon で販売すると販売手数料だったりとか、納品送料だったりとか FA 手数料とかいろいろもろもろ差し引かれるとだいたい774円ぐらいの利益になります。なので、まあ、1個売っても774円しか利益取れないかっていう話なんですけど、まあ、こういうのをたくさん販売していけば、まあ、ちりつもで大きな利益に変わっていくという感じですね。でもさっき店舗行ってもねこのぐらいでしたよね。そうですね、1個あたりねそうですね。だからもっと大きな利益取りに行くってなると、まあ、結構サイズの大きいものとかになってくるんですけど、店舗でさっき言った時にポーダブル冷蔵庫みたいなのあるじゃないですか、はい、こんなでかいあんなもし利益取れるとなっても10個とか買えないですなるほどね、はい、だからなかなかいい商品が見つかったとしてもそれを本当に持って帰れるかっていうところまで現実的に考えないといけないので、やっぱりそこは店舗とこのネット支援の違いかなっていうところありますね。まあ、こうやって、まあ、実際に利益の取れる商品というのは楽天と Amazon でもあるんですけど、実際にまあこういう商品ですね、どうやって見つけると思いますか？まあツールを使って、まあそうですねまあ実際に今日店舗行ったんで分かると思うんですけど、実際には結構一つ一つ地道にリサーチしていくんですよね、はい。まあ、店舗だったらもうピッピピッピやって、はい、それがAmazonでいくらで、はい、店舗だといくらかっていうのを一つ一つ地道にリサーチしていく、うんうん、これあのネットでリサーチするにしても、まあ、楽天で何か検索を入れて検索かけたら出てきた商品、うんうん、上から順番にAmazonと照らし合わせて価格差見ていくんですよ、うんうん。でまあ、計算機とか使って、利益取れるかどうかっていうのを計算していくという感じなんですね。で、まあ、今日店舗行って久しぶりに行った時にどこを見ればいいんだろうって結構なったと思うんですよ、うんうん。まあ、結構やっぱそこはセンスとか経験っていうのが重要になってくるんですけど、これネット仕入れだってもこのセンスとか経験とかっていうのがかなり重要になってくるんですね。まあ、これがまあ従来のリサーチになってるんですけど、従来のリサーチっていうのはこういうとこ見ていきましょうっていう基礎的な部分はあるんですけども、基本的にはもう出てきた商品上から順番に見ていくっていう前頭リサーチっていうのしかなくて、でもそれがセドリじゃないですか。まあ、それが実際のセドリではあるんですけど、はい、そのやっぱ根性が必要なんじゃないですか。まあ、その根性をまあ養っていただく、はい。まあ、その根性がないやつが稼ぐなんておこがましい話ですよ。まあ、そうなんですけど、はい、それが楽、もっと楽できるんだったらした方がいいじゃないですか。特にセドリをやる人って、例えば仕事をもう全部退職して、よしこれからセドリやろうっていう人よりも、正社員としてサラリーマンとしてお仕事しながらその隙間時間で副業としてやる人の方が圧倒的に多いわけじゃないですか。ってなってきたら、やっぱりその限られた時間の中で、はい、効率的に利益を上げていかないといけないわけですよ。でもやっぱね、あのツイッターっていうんですか、はい、X とか見てたら古参セドラの人たちが、はい、前頭しろ前頭しろ、そんなんできんやつはやめてしまえみたいな感じなんですけど、はい。まあそうですね、やっぱりその何でしょう、熱血系セドラなんですかね、はいまあ、気持ちが重要っていうんですか。もうそれをやること、効率を悪いことをやりまくることによって、うん、センスとかが勘が身につくんだ、うん、なんか下積みだ、下積み時代修行だみたいな感じ、うん。まあそういう風に思う人はそれでいいんじゃないですか、はい、でもやっぱりさっきも言ったように限られた時間の中で効率的に利益を上げていかないっていう風になってくると、はい、やっぱりそんな面倒なことってのはやってらんないわけですよ。なるほどね、はい。まあ、今日実際に行って分かったようにですね、前頭リサーチってかなり大変でめちゃめちゃ時間がかかるんですよね。大変でした、はい。なので実際僕はやりたくないんですよ、うん。奈良さんもやりたくないですよ、ね。まあ、僕はやりたくないですよ、はい、でこの動画見てる方はもう絶対やりたくないんですよね、はいはい。でもそれあなたもやりますかと。僕はやらない、はい、ですよね。
ということで、まあ、この大変な作業っていうのを圧倒的に効率化できる方法がないかということで、うん、まあ、ここの部分をツールで自動化していったのがポイポイポケットというものになります。うん、このポイポイポケットを使っていただくことによって人力では不可能な1日数万件というリサーチができてしまうと。数万件、はい、例えば毎日、まあ、お仕事から帰ってきてパソコン上で、リサーチしますってなって1日何件できると思います、リサーチって。いや、まあ僕は1万件ぐらいはできるんじゃないですか。絶対無理ですねあの、まあ、多分できても100件なんですけど、はいはい、おそらく副業でやる人なんかは2時間から3時間とかだと思います。で、実際に、まあ、ツールとか使わずにリサーチしてた人とかに聞いたんですけど、だいたい30件から50件言ってました。で、1日30件から50件だと、まあ、1ヶ月間だいたい1000件ぐらいのリサーチだと思うんですけど、このツールを使うとなんと1日で8万件のリサーチができます。8万件？8万件です。8万件できる、はい、なので、まあ、例えばさっき言った1日30商品リサーチしている人からすると、その人たちは1年間で365日ありますから、年間2万件ぐらいのリサーチになってくるわけですよね。だから8万件となると4年間ぐらいのリサーチをこのツールは1日でできる、はい、1日でできてしまう、はいはい、それがこのツールです。それは使った方がいいですね。そうなんですよ。だからその汗水を垂らしてみたいな。いや、汗水垂らした方がいいんですよ、はい、っていう風なことも分かるんですよ。その方が絶対にそのお金稼ぐ大変さとかも分かるから、はい、稼いだお金を大事に使っていこうみたいなのもあると思うんですけど、うん、ただ実際にそんなに大変な思いしなくてもいいわけじゃないですか。はい、はい、なのでこのツールを使っていただくのが一番いいですよね。なるほどですね、はい、このツール使っていただければ、まあ、格差のある商品ですね、これが自動で浮かび上がってきます。まあ、先ほど見ていただいたようにバーって何千件も格差のある商品出てくるんですよね。あとはその商品仕入れていいかどうか判断して、仕入れて販売するだけという感じなんで、まあ、初心者さんであっても見たことない商品とかいっぱい出てくるんで、うんうん、なので、まあ、商品知識が不要でいろんな商品をリサーチできます。なるほどね、まあ、それがポイポイポケットと先ほど見ていただいたツールになります。これもしかして、はい、紙ツールですか。そうです、紙ツール。紙ツールですね、はい。まあ、このツール使っていただくことによって、先ほど見ていただいたように楽天から仕入れて Amazon で販売して利益が取れそうな価格差の商品を自動で見つけてくれます。なるほどですね、はい。まあ、先ほどまあざっくりした感じで見てもらったんで、実際どんな機能があるかというとですね、こんな感じの機能があります。まずは Amazon と楽天の価格差っていうのを自動でリサーチしてくれます。で、1日ですね、8万件の商品の価格差があるかどうかっていうのを見てくれます、うん、でさらにですね、自動で継続的に価格取得してくれるので、例えば今日は価格差がないよっていう商品であっても、はい、明日には価格差が生まれている可能性もあるわけじゃないですか。そうですね。なので今日がダメであっても明日利益取れる商品っていうのを毎日毎日情報を取りに行ってくれるので、 Amazon の価格が上がりました、価格差生まれたから仕入れ対象になったりとか、うん、Amazon の価格が変わらなくても楽天がセールで安くなって価格差生まれて、うん、それありそう。それが結構あるんですよ。なのでこのツール使っておくと、特にその楽天なんかは月に何回かそのキャンペーンだったりとかセールとかっていうのがあるじゃないですか、うん、そのタイミングで結構仕入れがしやすくなったりします、うん、だから極端な話、まあ、僕なんかは実際そうなんですけど、そのお買い物マラソンっていうキャンペーンのタイミングでだけ仕入れをするっていうこともできます、うん、なので僕楽天から仕入れるときって仕入れ日2日だけなんですよ。前半だいたい10日と20日の2日間だけしか仕入れしない、うん、極論本当にそういうふうに極めていくこともできると。あとは楽天でお買い物するとポイントが嫌でもついてくるんですよ、はいはい、でこのポイントっていうのも自動で計算してくれるので、はいはい、まあ、ポイントだけの利益じゃなくてしっかりと、まあ、現金利益どれくらい取れてプラスポイントでいくらぐらい利益になるのかっていうのも自動で計算してくれます、うん、あとは、狙った条件でフィルタリングできるので、例えば最初って5万円の商品仕入れたら1万円の利益取れますって言っても5万円はちょっとみたいな。それはね、結構あるじゃないですか。怖いですよ、はい。でもここを例えば Amazon の販売価格をじゃあ上限値を2万円までみたいにすると、まあ、仕入れ金額って絶対1個あたり2万円以下なわけじゃないですか。なので最初怖いよって人は価格帯を小さいところから始めていく、価格帯が小さいかつ利益が取れるものっていうのを絞り込んでいくこともできるし、俺はもう最初からもうリスクなんか恐れないから一撃利益大きい商品取りに行きたいよって人はもうそういうのをフィルタリングかけてリサーチかけていくこともできます、うん、なるほどですね。なので自分の条件というか自分の状況に合わせた仕入れっていうのができると、まあ、これがポイポイポケットの詳しい機能になります。で実際この
ツール使っていくことによって商品知識っていうのがなくてもいろんな商品が、はい、リサーチできるので、なので自分が知らなかった商品だったりとか、うん、これから始めようと思っている人にもめちゃめちゃいいと思うんですけど、今すでにセドリやってるよっていう人とかだと、ある程度なんか経験とか知識ってあると思うんですけど、うん、その自分がいつもやってるカテゴリーみたいなのって結構偏りが出てくるんですけど、その偏りを慣らすってこともできるんですよ、うんうん、今まで家電ばっかだったけどドラッグストアカテゴリーだったりとかっていう、いろんな自分が今まで得意としてなかったカテゴリーもリサーチかけていくことができると、はい、なので、まあ、経験者もそうだし、これから始めるって人にもめちゃめちゃ役に立つツールになってます、うん、なのでゼロから紙ツールを使う場合ですね、先ほどお見せしたのはこんな感じで価格差出る商品が出てきますよっていうのをお話ししたんですけど、じゃあ実際どういう流れでこのツール使っていくのかっていうのをちょっと今からお見せしたいなと思います。こちらが、まあ、先ほども見ていただいたポイポイポケットなんですけども、はいはい、このポイポイポケットにそもそもデータを入れていかないといけないですね、はいはいはい、このデータっていうのが何なのかって言ったら Amazon に出品されている商品のデータです。お、はいはい、だから早い話がですね、例えば Amazon でじゃあパナソニックとかって検索かけるじゃないですか、はい、そしたらパナソニック商品いっぱい出てきますね、うん、こうやってこれ全部 Amazon の商品って ASIN っていうのがこうやって振り分けられていて、はい、これ Amazon の管理番号みたいなやつなんですね。これコピーしたら、はい、このツールのですね、新規登録というところのテキスト登録というところ、はい、ここにですね貼り付けて、うん、インポートってところを押すと、はい、これでもう登録完了しましたっていうのが後で出てくるんですけど、これの作業でもうこのツールに商品データが登録されるので、はい、あとは楽天とアマゾンの価格差があるか自動計算してます。じゃあさっきの、Amazon の番号をこのツールに入れるだけで、はい、Amazon と楽天の価格差とか手数料とかポイントとか、はい、そういったものを完全にこのツールは拾ってきてくれる。そうです、今のちょちょってやっただけ、あのワンクリックみたいな感じで、はい、だからそれを今あ出てきました、登録完了しましたって出てくるんですけど、はい、まあ、今1個でやっちゃったんですけど、例えばまあこのここからポチッと押してコピーしたらここに貼り付けて、はい、またここポチッと押したらここに貼り付けてみたいなのをどんどんやっていったら、うん、どんどん登録されていくので、はいはい、そしたら登録した数だと、うん、もう1秒間に1個のペースでツールが楽天とアマゾンの価格差を自動で計算してくれます、うん、だこれを登録していくだけでもうその今登録した商品の価格差を、はい、ツールが勝手に読みに行ってくれる、はい、で価格差があったら仕入れればいいし、はい、なかったらまあいいかな、はい、なので簡単じゃないですか登録自体、まあ、普通はね普通はなんかまず、Amazon のページ行って、うん、でこの同じのが楽天にないかなっていうのをなんかこう調べに行くわけですよね、うん、 はい、その楽天調べに行くときってなんかこうこの店が安いとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、ありますね。このポイポポケットはどうするんですか、楽天で同じものがなんかいろんな店で売ってたらどうするんですか、はい、一応ですねさっきあったんですけど、まあ、こんな感じで検索結果こんな感じになってまして、上位3店舗が出てくるんですよ。1番安いとこ2番目3番目っていうのが自動で出てきてくれるので、うん、なので勝手に見つけてくれます、勝手に上位3つを選んできてくれる、はい、どうなってるんですか、はい、そうなのでさっき簡単にポチってやって入れただけで、うん、もうここまで自動でやってくれるので、ポチってやったらこのデータを取得しに行ってくれるってことなんですね、はい、そうです、はい、だから1ヶ月あたり何個売れたかとかも分かるんですか、持ってきてくれます、どうやってるんですか一応登録した時に、はい、Amazon の商品説明文というか商品ページから、うん、ジャンコードを引っ張り出してきて、ジャンコードね、はい、このジャンコードで楽天に検索をかけるんです。なるほど、はい、分かったわ完全に理解した、はい、まあ、そんな感じで、まあ、ここ理解しなくていいんですけど、ツールがなんか裏で細かいことやってくれてるので、はい、なので、まあ、僕らは気にしなくていいですね、そこら辺。じゃ僕らがやるのはさっきの ASIN 番号をここに登録していくだけと、はい、で一応まあ登録方法としてはまあこの今 ASIN っていうのを入れていったんですけど、このテキスト登録ってやつと CSV とあとキーパクエリ登録っていうまあ3種類があって、今そのうちのこのテキスト登録っていうだけをやりました、うん、これって何件ぐらい登録できるんですか、このツールの中に。ツールの中には一応8万件8万件、はい、8万件をさっきのように1個1個やっていくのは8万回なんでも1日でできるかなと思います8万回できますかね、まあ、なかなか難しいでしょうね、はい、そういう時はどうしたいですか、なんかもっとこう大量に登録した方がいいわけですよね、はいはい、まあそうですね、はい、もちろんあります、それはあるんですね。1回でだいたい5000件ぐらい
はい、パッと持ってきて、はい、自分の本当にこういう商品がいいっていうのをある程度条件絞って5000件ぐらい一気にバーンって入れてくる方法があって、5000件、はい、じゃあその1回の作業で5000件のデータを、はい、このポイポイポケットに入れる、はい、そういう方法もあるってことですか？そういう方法もあるので、基本的に僕らはその方法を使っているので、はい、さっきみたいに一個一個やるってことはしてません。それがこれですか、このキーパークエリ？そうですね、キーパークエリ登録ってところからやれば、はい、ここにクエリと呼ばれる、うん、まあ、こういうやつなんですけど、これを貼り付けるだけで、うん、もう5000件入ります。なのでさっきみたいなことを5000回やらなくても、もう本当30秒ぐらいで5000件のやつが取れます。それをやっていけばもうすぐ登録できちゃいますね。はい、ちなみにこうキーパっていうのは何ですか？キーパっていうのは、あ、さっきちなみに今5000件ぐらいもう登録できました。はい、でキーパっていうのは、この Amazon の商品ページ見てたらさっきあったんですけど、はい、まあ、このその商品がどれくらい売れているかっていうのを表してくれるグラフになります。これでも普通の人のところには出てこないですよね。そうですね、これ僕が追加してあるから出てくるんですけど、これ追加することによってこの緑の線、ギザギザしてる線があると思うんですけど、これ Amazon ランキングを表していて、はいはい、これ上から下にストンと落ちるタイミングでランキングが上がるんですよ。例えばここ14万3210位ってなってるんですけど、これがちょっと見に行くと5万6125位と、これランキングが上がってるんですけど、商品が売れたからランキング上がったんですね。なので上から下にストンと落ちるタイミングで商品が売れてますよっていうのが分かる、まあ、これがキーパというツールですね。あとはまあ価格がどれぐらいで推移してたのかと、まあ、3ヶ月前ぐらいはこれ9980円だったのが今は1万6800円になってますよみたいな、値上がりしてますよとかっていうのも分かりますし、出品者が何人ぐらいいるのかっていうのが推移も確認できます。このグラフっていうのは Amazon の全商品で出てくるんですか？全商品で出てきます。でこの Amazon の全商品で価格の情報とかランキングの情報とかっていうのをキーパーは持ってる、はい、持ってます。なのでこのキーパーを使って、情報5000件ぐらい一気にぶっこ抜くと、うん、結構効率的にですね、価格差のあってかつ利益が取れる商品っていうのを、登録していくことができると。なるほど。じゃあ手動で Amazon の番号を一個一個入れていってもいいし、うん、慣れてきたらこういうキーパーっていうツールを使って大量に一気にドンみたいなやっていってもいいと。はい、いうことですね。基本的にはもう慣れる前からドンってやっちゃう。なるほど、はい、やっぱりさっきも言ったようにやっぱりサラリーマンの方が多いので、はい、時間を効率的に使わないといけないので、1回でも数千件っていう形でやってもらった方がいいかなと思います。じゃあ1日で例えば1万件とか2万件とかっていうデータをこうポイポイポケットに入れていく。そうですね。できると、はい、いうことですね。はい、で入れていくじゃないですか、はい、その後どうなるんですか？その後はですね、はい、1秒間に1個っていうスピードで、はい、Amazon と楽天の価格差をどんどんこのツールが計算してくれるんですけど、これを出して、作ってくれるわけですね、はい、裏で。で、その上で、まあ、計算してくれてても、うん、計算してくれるだけだと意味ないですよね、はい、このツール上はこういう状態になってるんで何も出てません、うんうん、この登録されている商品の中からある程度条件、フィルター条件を入れてデータを引っ張り出してくるという感じです、はい、こっちが指示するわけですね。そうです。例えば、まあ、利益が500円以上取りたいなとか、うん、月に10個以上売れてる商品がいいなとか、利益率が、まあ、8% から 30% ぐらいまで、うん、でカテゴリーがじゃあドラッグストアカテゴリーとか、うん、っていう形でフィルター適用っていうのを押すと、うん、この条件に当てはまった商品がこのツール上で出てくるという感じですね。じゃあこの膨大な8万件のデータの中から、はい、まあ、自分が指定した儲かる条件で、はい、ポイポイポケットがこれはどうですかみたいな感じで出してくれる、はい、出してくれます、はい、なので、まあ、この販売価格っていうところとかを例えば2万円以下とかにすれば、うん、1万円儲かるけど5万円の仕入れみたいな結構高いやつとかも出てこなくなるので、はい、なので自分の状況に合わせてここのフィルター条件っていうのを設定していけば、出てきたはいいけどちょっと仕入れたくないなとか、確かに利益取れるけどもっと利益取りに行きたい私はみたいな人とかは価格帯を高めにしていったりとか、逆に安くしたりとかっていう条件を設定することができます。でさっき指定した条件でこんな感じでどん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 出てくると、はい、でこの中で出てきたものは価格差は絶対500円以上あって、はい、利益率も 8% から 30% あるということですよね、はい、でも全部仕入れていけばいいと。いや、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃない、はい、そういうわけじゃないです、はい、物によってなんですけど、はい、例えばこの商品なんかはもともとこれ1800円ぐらいで推移してたんですけど、はい、これが多分1ヶ月以内に価格パーンって跳ねてるんですよね、うん、でそれで2500円ぐらいになってるんで、うん、2500円以上で本当に売れてるかどうかっていうのがちょっと分かんないので、
なのでそこもしっかりと見ていかないといけないですし、たまたま今 Amazon が高くなっているから価格差があるように見えてるみたいな商品も混じってる、混じってますし、あとは実際にもう絶対利益は取れると、うん、っていうやつなんですけど、 Amazon で販売したらうちの商品勝手に売ってんじゃないよってメーカーさんが言ってくるみたいな商品もあったり、そんなのもあるんですね、はい、転売禁止みたいな、そうです、はい、そういうのとかも平気で出てくるんですよ、まあ、楽天で平気で売ってるんで、そういうのも、なのでそういうのは仕入れちゃダメなんで、なのでそういうのは実際にここに出てきたやつって最初からまあ仕入れていいかどうかなんて自分で判断できないじゃないですか、うん、なので、まあ、僕のスクールの中だとこの商品自分で見つけたんですけど、こういう理由で仕入れていいかなと思ったんですけど、本当仕入れて大丈夫ですかみたいのを、まあ、仕入れ判断依頼という形でいただいて、うん、まあ、僕らがこれ確かにいい商品だけどこれ販売するとアカウント危ないですよみたいな形で回答させていただいて、うん、っていうので、まあ、やばい商品とかは仕入れないようにとかっていうのはしてます、うん、まあ、一応このツールもですね、あのブラックリストっていうのがあって、あのやばい商品っていうのはどんどんその生徒さんから危ない商品とかっていうのをいただいて、それを僕らの中で精査して、やばい商品とかも登録してるんで、やばい商品とかはこのツール上にはある程度表示されなくはなってはきてるんですけど、はい、まあでもそれでも出てくるものはね、はい、結構量が何億商品ある、ね、何億商品あるから、そうだから、まあ少しずつ出なくはなってきてるんですけど、まだ出てきちゃうところはあるので、なのでここに出てきた商品全て全部仕入れていいですよってわけではないですね、一個一個しっかりと見ていかないといけない。なるほど、まあ、では価格差のある商品をまず見つけるっていうところがすごい重要なところなので、何千件もあるからね。そうですね、ちょっと下見てもいいですか、こんだけ全部あるからこの中で仕入れる商品見つけるなんか、まあ、絶対1個は1個どこじゃないですけど、ね、まず価格差のある商品にだけに絞り込んでるんで、これさっきのドンキとえらい違いだ、ここまで やるまでに、まあ、今8828件まで絞り込んでるんですけど、はい、これやらなかったら何億点から見てかないといけないので、はい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 、なのでかなり効率化されてますね、この時点で。まあ、こんな感じで、まあ、これ今ドラッグストアカテゴリーなので、まあ、他のカテゴリーとか見てたらもっと、まあ、分かりやすいというか、まあ、価格差が結構大きくなってくるので、もっと利益取りやすい商品が分かりやすく出てくるかなと思いますね。あ、まあ、これとかいいかもしれないですね。フェイタスって聞いたことありますけど、サポーターっぽいですね。537円の 10% の利益ですね。ポイント合わせると結構利益取れるかなって商品ですね。利益としてはこんな感じですね。この価格でもしっかり売れているという感じです、うん、でこれが3498円なので、まあ、どれくらい利益取れるかざっくり計算してみましょうか。 FBA 納品総額が、まあ、3000円ぐらいかなと。で仕入れが3498円、うん、お結構取れますね。お10個買いましょう、ね、10個あったらいいですよね。お10個買える。え、じゃあ1万円も買える。1万円も買ってましたね、はい、結構売れてましたから、はいはい、って感じで出てきましたね。あ、そっか、これは楽天から買えるから、はい、いっぱい買えるんだ。そうですね、そこのショップが在庫ある限りは。おー、すごい。そうですね、なんか縦積みっていうのが出てきますね。いや、縦積みなんですけど、はい、店舗でね、仕入れるときになんかいっぱい仕入れるのちょっと恥ずかしくないですか。まあそうですね、これ全部くださいみたいな、はい、僕も結構一つのおもちゃを20個とかレジ持ってたことありますけど、はいはい、絶対こいつ背取りしてるだろうって、絶対転売屋だろうっていう、うん、なので結構なんか嫌じゃないですか、はい、で、まあ、トイザラスとかだと何円で使えるクーポンみたいなのあったりするんですよ。でもそれって1回で1個しか使えなくて、ただこのクーポン自体は何回も使えたりするんですよ。だから何周もレジするみたいなこういうのがあったりするんですけど、はい、それをしなくていいっていう。なるほど。なので、まあ、それが嫌で店舗せどりやってないって人もいるとは思うんですけど、いやちょっと人の目がね気になりますよね、うん、あれはね、まあ、今日僕らの店舗でちょっとやっぱり気になりましたよね、はい、ちょっとねこそこそやっちゃう感じですよね、うん、はい、で一発で分かりますもんね、うん、はい、なんか僕らの他にもいましたもんね、せどらさん、はい、あの人多分せどりやってんなっていうのが分かるので、うん、まあ、それがやっぱり嫌でせどりやりたくないみたいな人もいると思うんですけど、これだったらもう家でできちゃうので、しかもね、10個買うとか、だから1個1000円の利益だったとしても10個仕入れて売れば1万円の利益、はい、でそういう商品がもう10個あったらもう10万ですから。あら、でもこんな短時間ですぐ見つかっちゃうから、はい、結構稼げそうです。そうです、だからしっかりと、まあ、毎日1時間とか2時間とか時間取れる人であれば、うん、ちゃんと利益は積み上がっていくので、お、はい、ということで、まあ、今ツール見ていただいたようにですね、まあ、初心者さんでもポイポポケット使っていただければ価格差の商品が、まあ、自動でね見つかってくるので利益を出すっていうのもなんとなくイメージはできるんじゃないかなと思います。なんか思った以上に簡単ですね。そうですね、やること自体は結構シンプルなので、
ですね。だからアマゾンの商品番号をバン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 入れてって、はい、あとは儲かる商品をそこから呼び出してくる、はい、そうです。なのでまあこのツール使っていて、まあ、僕もともとまああまり扱ってこなかったカテゴリーとかっていうのもこのツールを使うことで一気に開拓できて、例えばこういう香水だったりとか、うん、僕香水って今まで一回も扱ってなかったんですけど、はい、いろんな香水が世の中にはあるんですよね、うん、なので、まあ、全然聞いたこともないような香水だったりとかっていうのも扱ってきましたし、あとメーカーはよくわかんないんですけど、まあ、こういうバリカンみたいなやつっていうのも扱ったりしましたし、はい、あとレッグガード、はい、野球のバッターがつけるものですけど、こういうのとかもこんな利益取れると思わないじゃないですか。これ結構利益率も高かったんですけど、こういうの扱ったりとか、あとはまあプリンターですね。プリンターなんかは意外といろんな種類でプリンターがあって、でプリンターなんかは結構利益が取れるんですね、うん、はい、でこういうのもあんまり大きくて店舗で見つけても持って帰れないと思うんですけど、確かにね、これネットなんで、なので、簡単に仕入れできると。でさらに、まあ、これもまたちょっと僕のスクールの話になっちゃうんですけど、僕のスクールだと初心者さんになっても最初からもう外注化した方がいいですよというのを推奨してて、ただまあ外注化っていうとなんかお金かかるんじゃないのと思われる方が非常に多いので、まずもううちのスクールではもう最初から外注ができるように月額費用とか一切もうかからないようにしてるんですね。なのでこういう160サイズ超えるような大きい商品を最初から10個20個って全然仕入れできるようにしてあって、はい、でその外注さんが発送してくれる。でこの1商品にかかる外注費用ってどれくらいかかると思うんですか？500円ぐらい。やっぱでかいからそれぐらいかかると思うんですか？だいたい60円プラスアルファぐらい。え、そんなもんなんですか？そうなんですよ。だったらそんな安いんだったらもう最初から外注化してもいいじゃんって思うじゃないですか、はい、でも500円ぐらいって、はい、やっぱ高いって思ってる人が多いから外注化ってしないんですよ。でもこのツールを使ってこういうでかい商品とか儲かる商品を簡単に見つけられて、うん、でもうスペース気にせずバンバン仕入れできるっていう環境があったらもう何も怖いことなくめちゃめちゃ大きい商品仕入れまくれるじゃないですか。そもそもこれはね、家に置いとく場所がない。そうです、一時的にでも、はい、これ外注倉庫を僕はスクール内でご紹介してるので、まあ、そういう初心者さんであってもそこのスペースとか一切気にせず100個でも買ってもらってもいいですし、はい、っていう環境を僕は提供してるので、なのでこういうでかい商品も僕はバンバン扱ってほしいなと思ってます。なのでまあこのツール使っていただいたら、このツール使ってる人がやることっていうのはこのツールが抽出した価格差の商品ですね、これをまあ仕入れていいかどうか判断して仕入れて販売していくだけという感じなので、やることっていうのはそんななくなってきます、はいはい、で、まあ、月10万の利益っていうところがまず最初、まあ、目標として掲げている人が多いのかなと思うんですけど、これぐらいの利益であれば1ヶ月あたりだいたい2回から4回ぐらいの仕入れでこれ達成できるかなと思います、うん、まあ、僕なんかはもうさっきも言ったようにキャンペーンの時月に2回しか仕入れのタイミングないですから、なのでまあ毎日やってもらってもいいですし、まあ、ある程度仕入れ日っていうのを絞り込んで月数回の稼働でっていう形で実現されている方もいらっしゃいます、うん、まあ、シミュレーションとしてですね、月10万円の利益を目指す場合どれくらい仕入れが必要になるかっていうところですね。例えば週に1回仕入れをしますと、まあ、週1の仕入れで1回あたりの仕入れ金額は20万円です。おお、そうするとまあ20万円の仕入れかける4週あるので、80万円ですね、うん、でこの80万円分の商品ですね全て販売すると大体売上で105万ぐらいになります。なので販売手数料だったりとか送料とか諸々差し引くと10万ぐらいの利益プラス、まあ楽天で仕入れてるので5万ポイントから9万ポイントぐらいポイントがつくので、なので10万利益プラスアルファ数万ポイントという感じなんで、まあ結構利益は取れるかなっていうところですね。で週に20万の仕入れっていうと結構大きく感じるんじゃないですか。いやいや結構大きいなと思います。なんか10万円の利益出すのに毎週20万も仕入れなきゃいけないのって、はい、まあ、実際これはあくまでもシミュレーションなんで20万仕入れないといけないよっていうわけではなかったりして、実際に例えば40万の売り上げで10万利益上げてる人とかもいらっしゃるんですよね、うん、なのでそういう人たちって週に10万ぐらいしか仕入れしてなかったりもしますし、なので、まあ、20万って聞くと結構でかく感じるんですけど、まあ、そこまで大きくないし、そんなに仕入れなくてもいいっていうパターンも結構あります。ただ20万円仕入れないといけないとしてもですね、ポイポイポケットを使えば、はい、まあ、さっき見てもらったように結構可能なんですよね、まあ、簡単ですよね。簡単ですか、労力がかからないっていう感じですかね。はい、なので、まあ、家からも出なくてもいいし、もう家からか家に帰ってきて、まあ、お風呂入ってご飯食べてからそこから寝るまでに何時間あるか分かんないんですけども、その時間リサーチに使ってもらえれば全然仕入れは可能になってきます。
さらにですね、毎日毎日リサーチをして今月利益取れる商品を探していくっていう方法ももちろんあるんですけど、まあ、何回も何回も何回も仕入れて利益の出せる商品、まあ、要はリピート商品っていうのがあったりするんですよ、はい、なので毎月これを何個売れるから何個仕入れようみたいな感じでやってる商品ですね。例えば僕が過去に販売していた商品とかでこういうのがあります。電動モップみたいなやつなんですけど、これ1個売ると1200円の利益取れるんですよ、はいはい、まあ、現金利益では言うと1078円なんですけど、こういうのだったりとか、あとはこれはもう超有名なスニーカーですね、アディダス、はい、アディダスのスタンスミスですね、はいはい、これ1個販売すると3000円の利益なんですよ。あとはこの謎商品ですね、はいはい、これちょっと隠してますけど、これ1個売ると3500円ぐらいの利益ですね。これ利益率 30% 超える超お宝商品なんですけど、こういう商品って毎月毎月リサーチかけて仕入れていくっていうよりかは毎月売れるんで、もう毎月同じ個数仕入れて販売していくみたいな、在庫補充みたいな。そうです。でこの商品だけで月5000円、この商品だけで月1万5000円、この商品だけで月3万円なので、この3つの商品だけで毎月5万円の利益安定するみたいな感じで、なのでこういう商品をどん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 増やしていくことによって、もうリサーチなくても同じ商品毎月仕入れるだけでもうある程度利益は固まっていくっていう環境を作っていくことができるので、でこのリピート商品見つけるのも、まあ、本来だったら前頭リサーチって言ってね、うん、上から順にもう価格照らし合わせていくっていうのが普通なんですけど、はい、ツールを使うことによってもうより高確率でこういう商品を見つけやすくなってます、うん、なので毎日リサーチしないといけないっていう、まあ、固定概念があると思うんですけど、そういうことをしなくてもいい環境に身を置くことができる可能性があると。でこのツール自体は、まあ、僕と船原さんでちょっと協力しながら作っていって、出来上がって、まあ、実際にじゃあ使っていこうってなったら、うん、僕1ヶ月目でこれぐらいの売り上げ取りっていうのが達成できました。まあ、もともとね背取りしてる人だと、はい、良さが分かるって感じですよね。そうですね、実際あの僕の生徒さんとかでも使っていただいて月報とかいただいてるんですけど、経験者の方は本当にもうかなり効率化されたっていうふうに言っていて、もうリサーチの時間がもう半分以下になったって人っていうのが結構いらっしゃいますね。なので経験者の人はもう初月からこれ以上の結果を出してる人も結構います、ね、なるほど、はい、でもまあゼロから始めてる人とかも最初はやっぱりまず勉強のとこから始まっていくんですけど、だいたい3ヶ月目4ヶ月目で利益10万っていうのを達成できる人が多いかなと思いますね。やっぱり今からやっても遅いんじゃないかみたいな風に感じる人が多いんじゃないかなと。まあ、これはね全てのビジネスってねみんな思っちゃいますね、はい、そうですね、よく言われてることだと思うんですけど、僕は大丈夫かなと思ってます、うん、はい、絶対に飽和しないと。まあ、根拠としては、まあ、めちゃめちゃ商品数が、ね、たくさんあると、うん、楽天だけでも3億点ぐらい、はい、Amazon の中にも3億点ぐらいあるという感じなんで、なので飽和するほど商品少ないわけじゃないんですよね、うんうん、はい、で常に入れ替わってます商品っていうのも。でさらに価格差っていうのも同じ商品が常に同じ価格差があってっていう感じじゃなくて、毎日毎日楽天の価格が安くなったり高くなったり、アマゾンの価格が高くなったり安くなったりっていうのがあるので、毎日変動してるんですよ。だから今日利益が取れなくても明日利益になる商品もあれば、今日は利益商品だけど明日にも利益商品じゃなくなるっていう商品もあるんですよね。なのでそういう変動があるので、正直この組み合わせを考えたら無限なんですよ。なので飽和するってことは僕ないと思ってます。ということで、まあ飽和しますかということに関してはもう飽和しませんと僕は言い切れるので、なので、まあ、もちろん早く始めてもらった方が、まあ、さっき言ったリピート商品みたいな、毎月もリサーチしなくても固定で仕入れしていく商品っていうのは増えていきやすいので、まあ、早く始めた方がいいかなと思うんですけど、まあ、今から始めても遅いかといったらそういうのは一切ないと僕は思ってます、はいはい。まあ、でもこのねツールがあるというのを見てると、はい、普通の背取りやってる人はきつくなってくるじゃない。そうですね、こういったね、ポイポイポケットみたいな紙ツールを使って背取りする人がいて、はい、片や前頭で納金でやる人がいる、うん、まあ、今時間が取れてるからリサーチできてますって人は、今後もしじゃあ本業が忙しくなってリサーチ取れる時間がなくなってきたら結局売り上げって落ちてきちゃうんですよ、うん、で僕実際今このポイポイ背取りスクールっていうのをやっていて、その今忙しくなってきて副業の背取りの方が仕入れする時間がなくなってきたからポイポイ背取りスクール入りましたみたいな人結構多いんですよ、ね、なるほどね、はい、なのでそういう人とかはぜひ使ってほしいし、うん、今時間が使えてるだけで今後時間使えなくなる可能性があるって人こそやっぱりこのツールってめちゃめちゃ生きてくると思うので、なので副業でやってる人はもうみんな対象だと思います、うん、なので、まあ、それも含めて今すでにやってる人もそうですけども、これから始めようと思ってる人もこれから時間が取れなくなるかもしれないんだったら、もうポイポイ背取りスクールというかですね、ポイポイポケットを使ってもらって、まあ、効率的にリサーチしてもらった方がいいかなと思います。
では浅野さん、はい、ホイポイポケットを使いたいなと思っている方は結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、どうすればいいんでしょうか。これはですね、僕が無料で開催させていただいているポイポイセドリ無料ウェブセミナーというのにご参加いただければですね、このツールについてもっと細かくですねお話しさせていただいているので、そちらをご視聴いただければ、どんなツールなのか、どうやって使えばいいのかっていうのも含めてお話しさせていただいています。なるほど、こちらですね。はい、こちらです。はい、このウェブセミナーですねにお申し込みいただいたら、そのウェブセミナーの中でこのポイポイポケットを使う方法を教えていただけるということですね。はい、でこのポイポイセドリ無料ウェブセミナーのお申し込みのページに関しましては、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひそちらを URL をクリックしていただければと思います。はい、でこれクリックしていただいたらこのサイトが出てくると思うんですけど、ご参加いただく日程とかですね選んでいただければなと思います。でこれ各日程限定20名となってますので、特に週末なんか結構埋まりやすいので、お早めにお申し込みいただければなと思います。で今だけの参加特典というのがございまして、全部で特典7つあります。はい、セドリ完全攻略ロードマップ、はい、Amazon で実際に販売して利益が取れた商品リスト50、利益商品リスト50、はい、なので今日出てきた商品以外でも、はい、たくさん僕が今まで販売した商品が出てくると。はい、あとは売上管理スプレッドシート、この売上とか仕入れとかの管理をするための管理表のスプレッドシートですね。Excel みたいなやつですかね。はい、あとは副業でセドリを始める人が読むべき本ですね。はい、あと心眼調査返信テンプレート、はい、これは Amazon からなんか調査とか、アカウント停止になる何かが来るんですけども、それを対応するためのテンプレートですね。あと初心者セドラーに本当におすすめのクレジットカード20選、あとは初心者が最初に取り組むべき3つの商品カテゴリーという、この7つの特典をですねプレゼントさせていただいてます。でこの特典はウェブセミナーに参加するだけでいただけるんですか。そうです、参加いただいたらもうプレゼントさせていただきます。でウェブセミナーは無料ですよね。そうです。じゃあ無料のセミナーにここを申し込んでいただいて、そのウェブセミナーにご参加いただければ、はい、この特典がいただける、お受け取りいただけますということなんでね、もし今ここまで見てらっしゃる方で、ちょっとポイポイポケットや、ね、セドリ興味あるぞと、副業でやってみたいな、本業にしてやってみたいなと思う方がいらっしゃいましたら、すごくいい機会かなと思いますので、こちらねポイポイセドリ無料ウェブセミナーの方にお申し込みいただければと思います。お申し込みページは概要欄に貼っておりますので、はい、そちらご覧いただければと思います。いや佐野さん、はい、今回企画思い出しました。はい、店舗セドリ対新世代のセドリということだったんですけれども、はい、これはどちらに軍配が上がるんでしょうかね。新世代です、はい、ここでね店舗というとあれです、別に店舗セドリが悪いと言ってるわけではございません、ね、本当もう僕がセドリを始めた当初からもう何十年、もう20年とかね、そういう時間ずっと稼ぎ続けることができてきている方法なので、店舗セドリという手法が世の中からなくなることはないかなと思うんですけれども、やはり初心者の人がやるってなってくると、まず稼げるようになるまでの時間っていうのは結構長いのかなというのもありますし、やっぱ行くのが大変かな。そうですね、結構僕の生徒さんとかでも最初は良かったけど、年を取るにつれて、本当にこの先もやっていけるんだろうかって言って、こういう楽な方に流れる人が結構多いです。いや僕も今日1時間ねちょっと回ったぐらいなんですけど、ちょっとね反省で何分ぐらいになってるか分かんないですけど、本当に足が痛みました。そうですね、本当にもうスタンスミスなんて履いて店舗セドリやっちゃいけないですねエアマックスぐらい履いていかないと。いやいや本当にもうそうです、あとなんか精神的にも辛い人はいると思います。僕とかはね鋼のメンタルあるんで、別に店員さんにね、横にいようが、アプリ開けて読みまくりますけど、それができない方もねいらっしゃるでしょう。しかもまだ僕らちょっと見つかったからいいんですけど、全く見つからなかったら、しかもそれが毎回見つからなかったら、もうやってらんないです、心折れちゃう。そうですっていう感じですよね。はい、店舗セドリにはそういうなんかこう、コストをかけた割にはリターンが少ないなみたいなところは結構ありますよと。はい、それに比べてポイポイセドリに関しては家でね楽々ポイポイやるだけできちゃうし、仕入れもね見つかった商品を自分で調べて仕入れようかなっていうのを判別するだけとか、あと1回でも大量に仕入れられる、最強じゃないですか。そうです最初から言ってる通り。じゃあ今回もね店舗行く必要もなかったレベルですね。なかったんですよ本当は。はい、ちなみになんですけど、今回その
楽天から仕入れて、はい、Amazon で売れば儲かりますよっていう方法ではあったと思うんですけれども、はいはい、これって別にポイポイポケットを使わなくてもできるのかなと思うんですが、はい、どうなんですか、ね、ポイポイポケット使わなくてもやろうと思ったらできますよ、はいはい、ただ、まあ、これはあの楽天にある3億商品と Amazon にある3億商品を1個1個見比べてもらえれば全然できます。やりましょう全頭、はい、だから最初の方に戻るんですけど、はい、それをやるのが副業の人は1日30件ぐらいなんですね、うんはい、だから1年間で2万件ぐらい、それだったら1日で8万件できるんですけど、手動の人は4年ぐらいかかると、うん、だからツールで1日で終わることを手動の人は 4年かけてやるので、うん、っていうのがあるので手動でもできるんですけどツール使ってもらった方が圧倒的に効率的です。なんかね、ツール使うのとかがやっぱ嫌で、はい、ちょっとよくわかんないしみたいな感じで、自分にとってねちょっとこう馴染みの深い楽天とアマゾンっていうサイトだけでやりたいなって思う人もいるかもしれないけど、はい、まあ、それよりもちゃんとねポイポイポケットっていうツールがあるんだったら、うん、はい、そういうのを使った方がいいってことですね。絶対です。ちなみにポイポイポケットを使ってらっしゃる方ってもうすでにいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、浅野さんがやってるスクールとかがあると、はい、そのスクール生産って稼いでるんですか？で実際にあの僕のスクールの中でも月報とか毎月出していただいているので、まあ、僕も把握しているところではあるんですけど結構稼いでる人たくさんいらっしゃいます、うん、でその中でも僕のチャンネルの中でも、アップさせていただいた斉藤さんという方のインタビュー動画があるんですよ、はい、こちらです。こんにちは、浅野です。本日はですねポイポイセドリスクールに入った結果会社員を辞められて独立されてさらに地方に移住されてマイホームを買っちゃったという斉藤さんという方にお越しいただいていろいろお話をお聞きしていきたいなと思いますので斉藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、簡単にちょっと斉藤さんの自己紹介からお願いします。わかりました。私は今36歳で、まあ、会社員を14年間ぐらいですかね、うん、勤めて、まあ、先月に会社員を辞めてですね、はい、今月から自分で一人でこう物販とか、はい、あといくつか事業してるんでそれでちょっとこう提携を取っていこうと思っています、うん、地方に移住されて、はい、そうですね、マイホームも買っちゃったと、はいはい、ちょうど今月から引っ越しで、はい、今バタバタしてるんですけど、はいはい、マイホームを買うってなったらどうしてもやっぱお金が必要だと思うんですけども、はい、それはまあ僕のポイポイセドリスクールに入った収入を得てっていうのがきっかけだったりとか。そうですね、はい、ありますね、はい、あのポイポイスクールには今年2024年の1月に、はいはい、から入会させてもらって、めちゃめちゃ最近です。そうですよ、めちゃめちゃ最近で、はい、今2024年の4月なんでまだ3ヶ月ちょっとしか経ってないんですけど、はい、本当おかげさまであの利益商品に出会えて、はいはい、あのかなり売上利益の貢献はしていただいてるかなと思ってます。ちなみにどんな感じで成果上がってったのか、はい、今売上推移とか利益の推移とかって簡単に教えてもらえると、はい、嬉しいです。売上の推移でいうと、はい、1月が、はい、231万、初月ですよね、初月で、はい、すごい ありがたいことで利益商品かなり見つかって、はい、で利益が、まあ、20万ぐらいですね、はい、素晴らしいですね、はい、で2月が、はい、あの今まで、まあ、2年ぐらい物販やってる中で最高売上だったんですけど、はい、228万で2ヶ月目で、はい、出まして、でこれが利益も、はい、ちょっとこれ利益率はすごい低かったんですけど、はい、20数万っていう、あでもすごいですね。3月が340万ということでちょっと下がっちゃったんですけど、はい、ここもまあ利益20万ちょっと出てるという形で、はいはい、あの今おかげさまで月に平均で20万円の利益が出てるかなっていうところで、はいはい、ございます。すごいですね、初月からまず200万売ったっていうのは、はい、まあ、僕がセドリを始めた時の初月も200万売ってるんですよ、はい、あ、そうですね、はい、で、利益が4700円だったんですよ、はい、そうですか。いや、本当すごいですね、ありがとうございます、はい、まあ、今、船原さんにご覧いただいたんですけども、はい、ね、もう初月で200万の売り上げ、うん、はい、まあ、一応その物販未経験者ではなくて経験者ではあったんですけど、まあ、ツール使って初月で200万、利益20万という形で、うんうん、3ヶ月には売り上げ400万とか達成されているので、でその後も独立されて今地方に移住されてという感じなんで、まあ、こういうふうに実績が上がっている方というのはたくさんいらっしゃいます。でその他にもですね、まあ、先ほどのこの、はい、無料ウェブセミナーの案内ページの中にもですね、ここに実際に実践者の声としていただいたものがあります、うん、はい、リサーチ時間を 50% 削減しながら利益21万達成という方だったりとか、5ヶ月目で利益22万達成という方、4ヶ月目で利益10万超えましたみたいな人とかですね、いろいろお声いただいておりますので、うん、こちらもぜひご覧いただければなと思います。でもやられている方、ポイポイポケットを使ったポイポイセドリをやられている方は
結果出している方っていうのはすでに多いということですね。そうですね、はい、まあまあ当たり前っちゃ当たり前です、ね、まあ、そうなんですけどね、はいはい、もうで見ていただいたら分かる通り稼げる、なんだろう、ロジックがそうです、ね、めちゃくちゃしっかりしてるんで、まあ、かなりシンプルな仕組みですし、ね、うん、はい、なんか店舗せどりのようにこう行ったら儲かる商品があるかなないかなみたいな感じで行っちゃえみたいな感じじゃなくて、そうですね、もうなんか、まあ、イメージとしては店舗せどりに置き換えたら、お店入る前に販売価格いくらで利益これぐらいで価格差これぐらいある商品を並べてくださいみたいに言ったら、店入ったら全部もうその商品がもうすぐそこに出しといてもらえてるみたいな、そんな状態ですよね。価格差がある商品だけ並べてある店に入るみたいな。そうです、なるほど。そしてあとはそこの商品仕入れていくだけみたいなのを今ポイポイポケットで実現しているっていう状態なので、素晴らしい。声がうまかったな今じゃあまあね、今回の企画としてはやっぱりこっちのね新時代、はい、もうこういったちゃんとしたツールがあるのであれば、はい、このツールを使っていった方がいいと、そうですね、いうことです、はい、宮佐野さん、はい、セドリ進化してますね。そうですね、はい、まあ、僕は結構ねこういう転売セドリ業界長いんで、はい、まあ、最初本当納金、うん、納金だったんですよ、はい、まあ、僕の場合は海外と日本のね価格差をもう全部一個一個調べろみたいなことをね、もうその人に言ってたわけですよね、はい、教えてる人に、まあ、そういう人もね結果出した方もいらっしゃいますし、出してない方もいらっしゃるかもしれないんですけどはい、まあ、でも最初やっぱね納金が流行るんですよね。そうですね、うん、なぜなら行動力が早い人は稼げるっていうのはこの世の常なんで、うん、はい、まあ、ただその納金だけでねやってる人って絶対落ちてくるんで、はい、それはなぜかっていうと頭がいい人がその後に出てくるっていう、うん、はい、最初行動力が良かった人が勝ち、その後頭が良かった容量が良かった人が勝つようになってると、うん、で頭が良い容量が良い人が何やってるかっていうと、その事業をねシステム化していったりとか、はい、今回のようになんか神みたいなツールを開発して、はい、はい、納金でやってる人が絶対にできないようなことを実現してしまうと、はい、こういう感じでなんか業界がねどんどん伸びていっているという感じかなと思ってまして、まあ、今回のポイポイポケットはそれの、はい、まあ、最たる例かなという感じで、いやいやいや、このツールはすごいですよ、はい、ぜひ、ね、この動画見ている全ての方に使っていただきたいなと思っておりますのでね、はい、ぜひ、このポイポイポケットを使ってあなたもね、楽天セドリですね、楽天の商品を仕入れて Amazon で売るっていう楽天セドリをやって利益を得ていただければと思っております、はい、浅野さん、はい、でもちょっとどうなのかなと、私にもできるのかなって思ってる方もねまだいらっしゃるかなと思うので、そういった方に向けてちょっとアドバイスってありますか。はい、まあ、ツールっていうのを聞くと、うん、ツールとかちょっと無理かもって思う人も多いと思うんですけど、うんうん、ただ非常にシンプルなんですよね、うん、まあ、さっき見てもらったように Amazon のその ASIN コードっていうのをポイポイポケットに入れるだけで、あとはもうツールが自動で計算してくれるので、なのでまずそれができるようになるだけで OK です。なのでまあ普通にネットショッピングできる人だったら全然使えるレベルのツールなので、でかつ初心者だから背取りできるかなと思ってる人もこのツールを使うことによって商品知識っていうのが一切必要ないので、うん、なので基本的にまあ背取りやる人って自分の得意なカテゴリーとか、自分アウトドア好きだからアウトドアやっていこうとかっていうのあったりするんですけど、逆にそういうのない方がよくて、いろんなカテゴリーできるんで、で物理的にいろんなカテゴリーできないから自分の得意カテゴリーやるって人が多いんですけど、ツールがそこの部分はカバーしてくれるから全部のカテゴリーやっちゃって OK なので、なのでそういう意味ではもう初心者にめちゃめちゃ優しいツールになってますので、ぜひですねウェブセミナーの方ご参加いただいて、より細かい内容ですねご確認いただいて、ツールについてですねもっとよりですね魅力感じていただければなと思いますので、まずはもうセミナーにですねご参加いただければなと思います。そうですね、まあ、無料なんでね、はい、セミナーはね、はいはい、ここでちょっとでも興味を持って人生ちょっとでも変えたいなと思ったんだったら、まあ、無料のウェブセミナーを見てみ、はい、るというのは、ね、そうですね、ちょっとね人生を変える行動かなと思いますので、はいはい、ここでもうね1ミリも魅力感じなかったというのであれば、まあ、それはそれで全然、ね、それはしょうがないです、ね、どうしようもないですね、はい、まあ、このでもツールに魅力を感じないのはあまりにもセンスがない気もするけどな。まあそうですね、はい、まあ、でもそこはそれはそれはね人の自由なので、はい、もしちょっとでもね魅力を感じたら時間を合わせて一度ねウェブセミナーの方にお越しいただければと思います、ね、
はい、ぜひウェブセミナーの方でお待ちしております、はい。もう一度言わせていただきますが、こちらねぽいぽいせどり無料ウェブセミナーに関しましては概要欄の URL から無料でお申し込みいただけますので、ぜひ、そちらお申し込みいただければと思います。席数に限りがあります。あとは特典が7つもついてきますので、はい、無料で参加していただいて7つの特典だけね持って帰っていただいてもそちらは全然 OK ですので、ぜひウェブセミナーの方お申し込みいただければと思います、はい。なんと僕も登場します、はいはい。僕が司会で浅野さんにね講師やってもらうという感じなので、はい、我々のセミナーお越しいただければ嬉しいです。ではウェブセミナーの方でお待ちしております、はい。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。